さあ、まずは何と言ってもね、このソースのハンバーグ食べてみて、どうです、ソースの具合。あとね、ハンバーグはこれはまあオニオンソースとかも一緒だけど、ハンバーグは決してね、めっちゃ柔らかいっていうハンバーグじゃないですけども、別にナイフ使わんでもフォークだけでちょちょちょっと切れる程度の柔らかさはあります。いいですね、これ。皆さん、こんにちは、そしてこんばんは、もみすけ調理師のそのものです。今日はサイゼリヤさんのランチを食べにやってまいりました。実はサイゼリヤさんが2021年9月の6日にランチの改定を行いましたので、食べたことないランチを食べに来ております。今回はまろやかデミグラスソースのハンバーグです。このチャンネルでは食レポレシピを中心に情報発信をしております。チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。神戸は残念ながらまだ緊急事態宣言ということで、オールフリーですね。本当のビールでランチ飲みしたいんだけどな、しょうがないですね。それでは視聴者様に乾杯。視聴者様に幸あれ。うまい、それなりにうまい。はい、やってまいりました、ランチのスープ。私はね、これそのままではいつも飲まないんですよね。ブラックペッパーとオリーブオイルを垂らしております。これでいっぺんに美味しくなります。うん、美味しいです。そしてランチのサラダ、これがね、本来ランチ飲みするときは、まあ本来って言うとおかしいけど、これがおつまみになるんですよね。うん、美味しい。コールスローのサラダにポテトサラダを混ぜたようなサラダですね。酸味が効いてて美味しいです。基本ランチ500円なんで、いずれもランチ飲みできると安いっていいんですけどね。来ました、これがまろやかデミグラスソースのハンバーグです。今回はライスは普通にしております。プラス50円で大盛り、マイナス50円で小盛りができます。あー、いい感じ。さあ、まずは何と言ってもね、このソースのハンバーグ食べてみて、結構ねソース多いですよ。決してね、めっちゃ柔らかいっていうハンバーグじゃないですけども、別にナイフ使わんでもフォークだけでちょちょちょっと切れる程度の柔らかさはあります。いいですね、これ。うん、あ、これうまいわ。うん、これ500円か、これうまい。実は新しいメニューの自家製トマトケチャップ、自家製ケチャップソースのナポリタン食べたんですけどね、まずくはなかったんですけど、私は自分の思う、なんだろう、昭和ウェジが思うナポリタンじゃなくてちょっとがっかりしたんですけど、これは美味しいですね。これ500円で値打ちあるね。うん、あ、このソースご飯と合う。うん、視聴者の皆さん、
これ500円だったら当たり。これね、前まではスパイシーソースのハンバーグだったんですけど、まあ夏ということもあったんでしょうね。これから秋冬を迎えるんで、まあまろやかデミグラスソース、これいいです。うん、おすすめです。はい、付け合わせ見ていただきましょう。半熟卵、コーン、じゃがいも揚げたやつですね。これね、まあ今日はしょうがないんですけど、普段、今日はしょうがないんですけど、普段はこれランチのにするんで、先ほどのサラダとこのコーンとこのじゃがいもをおつまみにするの。特にこれ今回はこれソースがたっぷりあるから、このじゃがいもにソースつけて、うん、これはいいですね。じゃあちょっと半熟卵割りましょうか。あ、もっと綺麗に割りたかったのに。こんな感じです。うわ、半熟卵を上に乗せてつついて割りたかったんですが失敗しました。まあ大体イメージしていただければ。うん、まあまあ、うん、マジでおすすめ。ごちそうさまでした。今回実食レビューさせていただいたまろやかデミグラスソースのハンバーグ、500円とは思えない美味しさです。おすすめします。ぜひお試しください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。